おはようございます。ゆうやドローン旅です。今僕はですね、長野県上田市にある道の駅美しいヶ原というところに来ておりまして、本日はですね、ここから長野県の日本百名山美しいヶ原に日帰りでね、登っていきたいと思います。美しいヶ原に登るルートもね、種類本当にたくさんあるんですけれども、今回はね、この日本一標高が高いところにある道の駅から、出発するルートというところで、早速ね、出発していきたいと思います。僕のチャンネルでは山の動画を中心にアウトドア情報やドローンで撮影した自然の絶景、旅の様子などをお届けしておりますので、少しでも興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは出発していきましょう。レッツゴこちらがね、道の駅の、すぐ隣にある、登山道の、入り口になります。今回はね、この、大賀島っていう、山頂と大賀花までね、行ければなと思うので、90分って書いてますね、片道。今回はね、一緒に登るのが家族というかなり珍しいんですけど、かなりね、運動不足な人たちなので、今回は正真正銘のね、登山初心者向けの動画になるので、初心者目線での情報もお届けできたらなと思っておりますので、ぜひね、最後までご覧いただければと思います。今ですね、登山を始めてから大体30分ぐらいね、歩いてきまして、山本小屋というところまで到着しました。ここは結構宿泊施設となっていて、ここに泊まって、日の出とかね、日の入りの、絶景を見るということも、できるようになってます。結構泊まられてる方多そうですね。車も多いので、泊まってなくてもね、こういうところで食事とか軽く食べ物に買うこともできそうだ。今ね、画面の真ん中に見えてるあの建物があるあたりがね、あそこら辺が大賀島で山頂のあたりかなと思います。あそこに向かってね、歩いていきます。いや、この辺はもう完全に、美しいヶ原の牧場のね、敷地なんですけど、めちゃくちゃ絶景ですね。今の時期11月なんですけど、今はね、放牧されてないので動物とか全然いないですけど、季節によってはめちゃくちゃね、牛がいるみたいなので、ちょっとそういう時期にもね、来てみたいですね。今現在8時半ですね。スタートしてから1時間弱でね、美しの塔というね、チェックポイントを到着しました。結構ね、鐘鳴らすことができるので、ぜひね、皆さんも鳴らしてみてもらえればと思います。で、今のところずっとね、絶景がね、広がってますね。はい、このね、美しいヶ原高原はね、ノードローンゾーンとドローン使用禁止エリアとなってます。ここはね、ドローン禁止エリアとなってるんですが、厳密に言うとね、美しヶ原高原が禁止というよりは、美しヶ原牧場ですね、農協さんが管理している牧場の敷地内が、飛行禁止となっていて、敷地外は、一応飛行可能というふうになってますので、今回はね、僕ドローン持ってきてないんですけど、もしね、飛ばしたいなっていう人がいたら、牧場の敷地と牧場の敷地じゃないところっていうのを、ちゃんとね、事前に確認した上で、
準備していただければと思います。恥ずかしいぐらい同じものとか作ってたりさ、うん、昔から高校2年生の時にもらったマフラーとかずっとブランドものでも山頂部の大賀島ホテルが近づいてきました。もう目の前や。美しが原高原と。こちらがね、大賀島ホテルです。山頂はね、もうちょっと先にね、ありますね。大賀島、あと 100m です。美しが原頂上、大賀島標高2034m。すごすぎる。はい、というわけで今9時半ですね、スタートしてから2時間ちょうどで、大賀島の山頂ね、到着しました。今回はね、もう少し先にある大賀原というところまで向かっていくので、写真撮影と休憩したらね、先進んでいきたいと思います。一応ここまでの登山道なんですけど、とにかくね、緩やかな歩きやすい道がひたすら続いてたので、初心者の方でも全くね、問題なくここまで到達できるかなと思います。めちゃくちゃね、なんかアンテナ塔が立ってて、山の頂上ですけど、文明がすごいですね。めちゃくちゃコンディションいいです。いい感じだよ。看板新しいね、切れた。大賀原、標高2008メートルです。めっちゃ景色いいな。はい、今、10時ちょうどですね、大賀島から20分25分ぐらいでね、大賀原っていうところまで到着しました。ここはね、めちゃくちゃ景色いいですね。本当に北アルプス全体が見渡せる圧巻のね、景色が広がってます。松本市街地もね、見下ろせますね。すげえ綺麗。こうやって見るとね、松本市もかなり大きい町に見えますね。今から大賀原の後にして、大賀島まで戻ってね、あっちの方で休憩しようと思います。いや、大賀原かなりの穴場スポットですね。トイレをね、お借りする場合100円かかるのかな。はい、お疲れ様でした。というわけで今、1時半ですね、道の駅の駐車場まで戻ってきました。朝スタートしたのが7時半ですので、ちょうど6時間で戻ってきたという感じになります。6時間のうち、休憩がね、1時間半という感じなので、実際にね、歩いていた時間は4時間ぐらいになります。本当にすごく、手軽に絶景が楽しめるね、ハイキングコースでした。普段ね、全く運動しないような僕の家族にとってもね、少し、余力が残ってるくらいのね、ハイキングコースでしたので、ぜひね、お手軽に絶景登山を楽しみたいという方はね、
美しがら来てみてほしいなと思います。ホテルとかもあったりするので、朝日とか夕日を見に来たりだとか、まあ冬の時期に、まあ、雪山ハイキングしたりとか、そういうのでもね来てみたいなというふうに思いました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。少しでもね、動画が役に立った、美しが原登ってみたいって感じてくださった方がいたら、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。ではね、今はねちょうど道の駅は、雲がねかかってしまってますけど、今からねちょっと温泉ね行きたいと思います。